席がそのままスターティンググリッドとなる第4戦。もちろんポールポジションからのスタートはトヨタコロナのトム・クリステンセン。2番グリッドは影山雅美。そして3番手から虎視眈々と優勝を狙うのは BMW シュニッツァーのスティーブ・ソーパー。宿敵トヨタとの一騎打ちを狙うカストロール・プリメーラの長谷見正弘は4番グリッド。そしてアグレッシブな走りで観客を沸かせた土屋圭一は8番グリッドからのスタートとなった。JTCC 第4戦、男たちの熱き戦いの炎がレッドから今ブルーへ。エンジンの激しい雄たけびとともに各マシン一斉にスタート。素晴らしいスタートダッシュを見せたのは5番手スタートのオートテック BMW のスコット。一気に2番手に浮上。馬の背にトップで現れたのはカストロールプリメーラの長谷見、その後ろ影山、バイエルン、長坂、ソーパー、土屋と続く。クリステンセンとスコットは S 字の進入で接触。クリステンセンのトヨタコロナは白煙を吐き、上位2台は大きく順位を落とした。オートテック BMW はピット作業の後一度はコース復帰するがリタイア。ベテラン関谷も最終コーナーの競り合いで接触スピンリタイア。そしてこのレースファンの注目を一身に集めたのは22番手スタートながらぐんぐんと順位を上げていく日本一速い男、星野和義。スタートからパラついていた雨がにわかに強まっていく中、レースは再び激しいバトルの様相を呈してきた。ソーパーをどこまで抑えることができるのか。中盤も大方の予想通り激戦となり、星野は上位を狙える位置まで順位を上げてきた。ジャックスシビックの服部も着実に順位を上げてきている。トップ争いは BMW シュニッツァースティーブ・ソーパーがカストロール・プリメーラにテール・トゥ・ノーズ、長谷見との一騎打ちとなった。カルソニック・プリメーラ星野はついに4番手影山を捉えるが、押し出される形で2台ともにコースアウト。その間に土屋が4位に浮上。土屋は4番手で最終コーナーを立ち上がっていくが、前を走るバイエルンがスピンコースアウト。これで3位。また最終コーナー入り口では影山がスピン。そして首位争いを制したのはスティーブ・ソーパーの BMW だった。大バトルを展開しレース後半を盛り上げてくれたのが土屋圭一、星野和義のエキサイティングな3位争い。
しい3位争い、星野対土屋。そんなバトルも土屋の単独スピンで決着がついた。レース終盤、トップ独走のスティーブ・ソーパー、それを追う長谷見星野のプリメーラ。JTCC 制覇を目標に、はるかに海を渡ってきた BMW シュニッツァー、その夢が今叶おうとしている。最終ラップ、ソーパーはリアが滑り出すマシンを必死で抑えながらゴールを目指す。そしてついに栄光のチェッカーを受けた。FR 車に課せられる 100kg の重量ハンディと雨という最悪のコンディションを見事乗り越えた BMW シュニッツァー、ヨーロッパ活躍の実力を今まさに実証した。すごいですね、一晩で車を仕上げて、はい、そうすごいね、あれ嬉しいですね、こういうメカニックは。見た時はね、涙が出ますね。ダメかと思ったけどね、でもね、恩返しできたんでね。そうですね、でも表彰台、まさかひっくり返った車で表彰台登れるっていうのはでもやっぱすごいですね。これは車もいいですけど腕もいいですよ。単独2位ですか。単独2位、うん、あ、いや最初トップ走ったの。はい、どうしちゃったんですか。雨降ってきたらね、フロントこう出てっちゃうでしょ、大体。はい、相場にやられちゃったんだ。